ボタン挿入アイコンをクリックします。スペシャルボタンを選びます。次へをクリックします。スタイルを選びます。ラベルの色を変更します。テストボタンで確認します。次へをクリックします。イベントを追加します。今回はプレイを選択します。完了をクリックします。スペシャルボタンをドラッグして貼り付けます。スペシャルボタンが表示されました。